こんばんは。時刻は午後6時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校石見高校スクールPM6、人生のアジテーターケンジブチです。さあ、ということで今日も高校生元気に自己紹介どうぞ。はい、豊橋南高校山口、あ、2年山口リオです。二週間高校2年、美濃島小雪です。豊川高校2年、今泉響です。元気、いいね。新州有効館高校2年、早田祐介です。ここ高校高校2年、鈴木孝馬です。はい、豊橋商業2年、大倉心です。小堺高校2年、板倉優奈です。そして山郷高校3年、荒島美希です。です、ということで今日は高校生総勢9人とお送り、9人だよな、8人とお送りしていきます。八代美高校スクール OPM6。 この番組は平松食品の提供でお送りします。今日大勢来てくれたけど、みんなの共通点というかつながりは何ですか？せーのでいくよ。せーの、演劇部。ということでね、先週に引き続きね、演劇部特集の八代美高校スクール OPM6 ということでね、今日も演劇の八代美高校スクール PM6 になっていきたいなと思います。今日は特に7月25日から28日に開幕されたあの東三河の演劇の大会についてね、どんな各学校どんな劇をやったのか、どんな、結果があったのかとかね、意気込み、これからのね意気込みも聞いていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。あれけど8人ってことは今日1人誰かいない感じ？事前にもらってたやつでいくと、そう、うん、あ、中央高校の子がいないわけね。 OK、 すごいリアル学校っぽい出血だね今。はい、ということで、今日はね、演劇についての質問もラジオメッセージ受け付けていきたいなと思いますが、今日のメッセージテーマは8月最後の放送、そして、もうすぐ夏休みも終わるということなので、メッセージテーマは夏の思い出となっております。ぜひともね、今日のみんなも夏の思い出しっかりと教えてほしいなと思いますんで、考えててほしいなと思います。メッセージの宛先は FM プラプラから送ってきてください。 FM プラプラのアプリ検索すれば簡単にメッセージを送ることができます。そして、Twitter 改め X の方では、ハッシュタグアルファベットの PM 数字の6、ハッシュタグ PM6 とつぶやいていただけたら、夏の思い出紹介していきたいなと思うんで、そちらで送っていただけたらと思います。また八代美高校公式インスタグラムもありますのでね、インスタグラム八代美高校と検索して DM コメントしてください。出てみたい高校生も大募集しておりますので、たくさんアピールよろしくお願いします。さあ、ということで1曲聴いていきましょう。バスケワールドカップのテーマ曲になっております、藤風ワーキングハード。Take a deep breath and you know, no, 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 no. You've been working out, working out. Maybe you don't understand, but I know that you're working out, working out. Wish I could give you a hand. Baby, you've been working out, working out. Trust the persistent, but baby, you've been working out. Yeah, you've been working hard.
いやそこに何かと突き止めるわ。何もなくたっていいや。結果なんぞ勝ったりは Better sit back Take a deep breath And you know no 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 no。さあ時刻午後6時6分回っております。八代海高校スクールオーキー M6。 今日は、高校生演劇部のみんな、紳士と有共館高校のゆうすけくん、自習館高校の小雪ちゃん、小坂井高校のゆなちゃん、商業高校心ちゃん、南高校のディオちゃん、そして高校校コーマ、豊川高校響き、蒲堀高校のみきちゃん、まあ、総勢8人のみんなお呼びしておりますのでね、この後各グループに分けていろいろと迫っていきたいなと思っております。お送りしている曲はバスケワールドカップ、テーマ曲藤井風ワーキングハード、フィンランドに歴史的勝利を収めた日本、ワールドカップでは17年ぶりのね、勝利ということでね、歴史的な一歩を進んだ日本ですが、今日のね夜8時10分ぐらいからオーストラリアと試合がありますのでね、皆さんそちらの試合も注目いただけたらなと思っております。今日のメッセージテーマ、夏の思い出もどしどしメッセージ送ってください。お送りした曲は藤井風ワーキングハードでした。1時間目、さあ1時間目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤシの実高校スクールオーピー M6、 今日の相手はケンジブリッジです。1時間目はね、新城有共館高校のゆうすけくん、そして自習館高校の小雪ちゃんに、演劇のお話聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ改めましてとなりますけども、自己紹介をじゃあお願いします。どうぞ。はい、自習館高校2年美濃島小雪です。新城有共館高校2年早田祐介です。はい、ということでね、ラジオを聴く皆さん声を覚えていただけたでしょうかということでね、ぜひともこの声を覚えて聞いていただけたらと思います。ということで、7月の25から28に開催されました夏のね演劇の大会を今日迫っていきたいなと思いますが、まず新城有共館高校の祐介くん、新城有共館高校はどんな劇をやったか教えてもらってもいいですか。はい、僕たちの学校がやったのはタイトルが私たちが逃げた夏というもので、あら夏が逃げちゃったと、と内容は主人公の高校生2人が部活にのメンバーが集まらなくてとかでいろんなことで嫌気がさして、そこで主人公の1人がの親戚の熱海の海の家で夏休みバイトしよう、そして逃げようって言って行った先で、そのこの親戚のの子供たち、中学生たちの受験とか友達との関係、親子関係とかのいろんなところを見て、なんか私たちが逃げた理由って意外と小さかったのかもなとか、いろんなことに気づくみたいな。めちゃくちゃ深いテーマでやってる劇だねっていう劇をやってきたということで、ちなみにゆうすけくんはどんな役柄というかどういう係でやってたの。自分は、舞台監督助手と、監督の助手、キャストで、親戚のおじさん役をやりました。おじさん役、はい、なんかおじさん役ってなかなか大変じゃなかった。はい、まあ年齢層がだいぶ違うんで、でも なんかキャラクターの感じがすごい悲しい過去があったキャラだから、なんかちょっとやりやすかった。前回よりはやりやすかった。感情移入しやすかったみたいな感じで、はい、ちょっと自分にもリンクするようなところもあったりとか、やりやすい役をやれたということ で、ちなみに有共館高校的にはあのなんか今回のこの大会ではどういう成績を収めたとかって聞いてもいいですか。まあ無事に演じることができましたということで、はい、はい、ということでね、無事に演じることができた新城有共館高校のお話を聞きましたけども、次はね自習館高校の小雪ちゃんに自習館高校が何をやったか聞いていきたいなと思います。はい、はい、自習館高校が演じた劇の題名が学校で何やってんのっていうので、お青春だね。そうですね、あの高校生の文化部を題材としていて、放送部、吹奏楽部、演劇部、美術部、華道部の部長が放送室に集まって、なんかこの放送部の部長の人からインタビューを受けるっていう、おお、ラジオみたいな感じの劇だ、言っちゃえば。そうですね、いいな結構コメディ要素が強くて、あのお客さんも結構笑ってくれたので、よかったな。おお、じ
じゃあ小雪ちゃんはどういう役柄っていうか係になってた感じですか？はい、私はあの演劇部の部長の役をやりました。ちなみにですけど、あの、はい、自習館高校の演劇部じゃん、リアルに小雪ちゃんは、はい、リアルに部長なんすか？いや、ちょっと違ってて、ちょっと他の人がやってるんですけど、うんうん、けど役柄では部長を演じてるってことで、はい、もう高校何年生ぐらいのあれなの、その物語は。2、3年生ぐらいの物語で、じゃあ本当にもう今の自分たちの時代を演じるってことで。そうですね、結構同じ世代なので演じやすかったです、うん、いいね。ちょっとけど役柄は自分と似てるとことかあったりした？なんか演劇部の部長がこの中で一番普通で、おお、それが逆に普通すぎて特徴がなくてちょっと難しかったこともありました、うん、むしろ難しいってやつですね。特徴がないのは難しいからね、はい、でもそこをうまく頑張って役作りをして演じてたってことで、はい、と劇はしっかりとハプニングもなく演じることはできました？まあちょっとずつミスはあったけれど、うん、うまくできたのでよかったと思ってます。よかったね。けどこれで多分ですけど、多分冬年末とかに向けて多分大会がもう一回始まってくると思うんだけど、その大会に向けての目標というか意気込みを聞いていきたいなと思いますが、ゆうすけくんお願いします。次回の目標は、うん、今その3年生が前回の夏の大会で引退しちゃったんで、2年生、まあ、自分が部長なんですけど、お部長頑張らな、が引き継いで、うん、まだ日が浅くて、あと部をまとめる大変さとか、お先輩の偉大さを感じれたからこそ、やっぱその先輩たちに成長した姿を見せれるような劇とかを作れるようにしたいなっていうのが次の目標です。いい目標だね。ちなみに部をまとめるのがね、いろいろ大変だと思うけど、もし悩みとかあったら剣士部相談乗るからまとめるのは僕に任せてくださいよ。楽しいです。はい、ぜひとも相談ください、お願いします。じゃあ小雪ちゃんも次回のね大会とかに向けての目標意気込み、はい、お願いします。冬の大会が2年生、自習館はもう3年生が、うん、夏にもいなかったので、2年生は冬の大会が最後の大会になるので、一生の思い出になれるように全力で頑張りたいと思ってます。最後の大会になるんだ、2年生。そうです。ほんと、あ、これでも勉強にしてくってことなんだ。勉強に引退しなきゃいけないの。そりゃ全力でやらないとね。そうですね、うん、精神誠意、全ての魂を込めてね、はい、やってほしいなと思います。さあ、ということでね、この時間1時間目は新城有教館高校のゆうすけくん、自習館高校の小雪ちゃんに、夏にやった劇、そして冬に向けての劇の意気込み聞いていきました。1曲聞いていきたいなと思います。ヨンヨンドリーミン。高校スクール PM6 をお送りしてます。曲はヨンヨン、新曲ドリーミーをお送りしております。今日のメッセージテーマ夏の思い出、メッセージも紹介していきたいなと思います。ラジオネームてつや、いつもありがとう。ケンジさん、演劇部の皆さん、こんばんは。こんばんは。
僕の夏の思い出は、先月井上尚弥選手の試合を生観戦したことです。ボクシングね、みんな知ってる井上尚弥。いやもちろんもちろんちゃんと見た。じゃあいや全然オフコースです全然オフコースっていう、なんちゅうすごいよくわからん言語飛んできてる。去年6月ぶりに観戦した井上尚弥選手の試合は KO 勝ちで日本人男子2人目の4階級制覇を成し遂げました。会場もスタンディングオベーションで僕もテンション上がって立ち上がって両手ガッツポーズして勢い余ってスマホを投げそうになりましたすごいテンション上がってるね、さらにずっと一言も喋ってなかった隣の人とハイタッチをしました。あの感動と興奮は一生忘れませんっていう、やっぱスポーツはいいね、知らない人とも仲良くなれるっていう、そんなね、ジャンルの娯楽ではありますんでね、スポーツ観戦に行っていろんな人と交流してってほしいなと思います。徹夜も夏の思い出、いい夏の思い出で羨ましいなと思います。井上尚弥選手の試合なんて高いからね、いくらすんのか分かんないけど、徹夜は金持ち認定ということでねいつか差し入れよろしくお願いします。こんな感じで夏の思い出メッセージ送ってきてください。お送りした曲はヨンヨンドリーミンでした。2時間目はい、2時間目です。よろしくお願いします。お願いします。さあこの時間はですね、小堺高校のゆなちゃん、そして商業高校のココロちゃん、南高校のリオちゃんにねお話を聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一人ずつもう一回自己紹介をお願いします。小堺高校2年板倉ゆなです。豊橋商業高校2年大倉ココロです。豊橋南高校2年山口リオです。お願いします。お願いします。なんかもう声を聞いただけですごいもう皆さん今回主役を演じてきたんじゃないかなと思っちゃうぐらいの素晴らしい発声方法だったんですけど、早速まず小堺高校のゆなちゃんから聞いていきたいなと思います。小堺高校、夏はどんなタイトルの劇をやってどんな劇だったか教えてください。はい、ゆうすけを大志を抱けっていうやつをやりまして、創作、はい、ゆうすけを大志を抱け、はい、あ、遊興館の彼じゃないです。びっくりしちゃったよで、これ創作脚本で、うん、同級生の友人が書いた脚本なんですけど、すごい同級生が、はい、で2割フィクション、8割ノンフィクションという感じになっていて、8割ノンフィクション、はい、リアルじゃんうちの部に、まあみんな個性的なんですけど、特に個性輝く男の子がいまして、うん、それがゆうすけくんっていう方なんですけど、その方がなんかいろいろまあおちょこちょいなんですよ。で、なんかいろいろ遅刻しちゃったりとか練習にとか小道具壊しちゃったりとかいろいろあるんですけど、それでちょっとみんな呆れ返ってちょっとみんなからの信頼を失っちゃったゆうすけくんがあ、どうしようってなって、それで心を入れ替えて努力してみんなから信頼をもう一回もらって、それで劇をもう一回舞台に立ってやるみたいな劇なんですけど、すごい面白そうな劇だねゆうすけくんがゆうすけくん演じてるの、それは。はい、そんな感じで私もゆな役、うんうん、あ、本人役なんだ。はい、みんな本人の名前でやってましたね。むずくない？それ、なんかその友人が書いたんで一応自分にキャラを似せてるはずなのに、改めて見ると私ってこんな性格してるのかと思いながら、うん、やっぱなんかちょっと違う気がする、これは私なのかと思いながらやっぱ役は作ってやってたんですけど、自分のはずなのにちょっとやっぱ難しかったですね、うん、そうだよね。改めて気づきかもしれないね、他人から見たゆなちゃんはそういう風だったのかもしれないけどねかもしれませんねその劇の中でゆなちゃんはどんな感じだったの？なんかちょっとなんだろう、ふんわりしてましたね。ちょっとふんわりしたキャラで、やっぱちょっと変わってるキャラしてまして、うんうん、私も普段変わってるのかと思いながらもやってたんですけどで結構なんだろう、みんなをまとめるしっかりした役のこと、うん、私がちょっととぼけた感じの役をやってましたね。なるほどね。なかなか今までこう演劇のね、あの 部活の話いろいろ聞いてるけど、毎年もう8年ぐらい聞いてるけど、なんかこう自分たちを作品にしたっていうのは初めてのパターンで面白そうだなと思いましたありがとうございます、はい、じゃあ次商業高校の心ちゃんに
編集に引き続きよろしくお願いします。お願いします。商業高校は何ていう劇をやりましたか？私たちは1日1個の梅干しでっていう作品タイトルの作品を演じました。1日1個の梅干しでということでね、どういう劇かもう一回教えてください。主人公のなんて名前だったかな、あれ主人公ミキ、ミキ主人公のミキの、周り、主人公ミキのところに腹違いの妹のユミがやってきて、そのユミだったり友人だったりとかを触れていくことで、説明ができない。主人公の気持ちの移り変わりっていうか、そのを見ていくような。まあ、主人公の成長というかみたいな、そんな感じだよ ね、はい、っていう劇をやったってことで、こころちゃんはどういったポジションをやってきました？私腹違いの妹の妹役をやりました。腹違いっていう言葉って正直なかなか聞かないもんね。聞かないですね。難しいよね。難しかったです。腹違いの妹、兄弟なんだけど血は繋がってないみたいな、そんなことだよね。あったことないからもうとかないみたいな、深い感じの、ね、なかなか深い劇をやってきたってことでね、はい、どうスムーズには演じることはできた？スムーズに、ちょっとセリフの方でミスしちゃったりとかありましたけど、無事成功させることはできました。セリフのミスってどんぐらいのミスになるの？大体、まあ、なんか深く改めて考えると あれこれおかしいなってなるぐらいだけど、その見てる場ではまあそこまで違和感感じないぐらいの、いや成功だね。そうですね、よかったよかった。全く違うこと言ってるのかと一瞬思っちゃったけど、全く違うことではなかったね。成功した、しっかりと演じることができたってことだね。はい、そうです。よかったよかった。じゃあ次、南高校のリオちゃん。はい。なんかちょっと噂では女帝と呼ばれてるらしいですけど、そこの話もちょっと聞いていきたいんですが、まずはね、学校の劇何やったか教えてください。はい、私たち南高校は地球ロンドっていう劇をやりました。地球？地球ロンドです。ロンド、はい、地球ロンド、ダンスの種類にロンドっていうのがあって、多分そこから取ったんじゃないかなっていう風に私たち考えてるんですけど、うん、それでどういう劇なんですか、地球ロンド？ざっくりジャンル分けするとファンタジーに近くて、お人間と人間じゃない人たちが関わって、面白そう、うん、めっちゃ面白そうですよね、うん、うん、人間と人間じゃない人が関わって何が行われるんですか？人間側のうららっていう主人公がいるんですけど、うららちゃんが人間としてちゃんとどんどん成長していくよっていう話になってます。おー、人以外との関わりを持って人間としてちゃんと成長するっていう物語ってこと？はい。おー、でそのうららちゃんを演じたのが女帝のディオちゃんですか？いや、これ女帝じゃないですね。女帝のお友達が女帝の友達がやった。女帝は何を演じたんですか？女帝は、うん、今人じゃない人たちって言ったじゃないですか、うん、その中のお月様っていう役があって。お月様、はい、お月様の役をやらせてもらいました。いいじゃん。そのお月様の役っていうのはどういうような存在だったの？もうめっちゃ分かんない人ですよ。お全然分かんなくて、もうとにかくキャラが定まってなくてふわふわしてたので、うん、考えることもすごく難しかったですし、本番でも結構ミスばっかりしちゃって、うん、申し訳なかったんですけど、結果的にオッケーみたいな感じになったので、よかったなって思ってます、うん、いいね。みんなとしっかりやれたということで、はい、よかったなと思いますけど、じゃあ、またみんなで聞いていきたいなと思います。冬に向けての目標というか意気込みをね、聞いていきたいなと思います。小坂井高校のゆなちゃん、教えてください。はい、私も部長やらせていただいてるんですけど、部長、うん、はい、部長やらせていただいててなんですけど、私がとても物忘れが激しくてですね、いろいろまとめるのもちょっとあんまりうまくまとめられてないことはないんですけど、ちょっとやっぱ手間取っちゃったりしてて、冬の大会とかでももう先輩が引退されちゃったりしたので、ちゃんとみんなをまとめていかなきゃっていうのと、今回がちょっと小道具を揃えたりとか準備が何かしらギリギリになってしまって、計画的にあんまりできなかったところがあったので、ちゃんと計画的に綺麗にやっていきたいなっていう目標がありますね。いいね。さっきも言ったけど、まとめるのが困った時は検事部に相談してください、ね、ありがとうございます。学校に行くよ。ということで、じゃあ商業高校の心ちゃんも冬に向けてお願いします。はい、私
まあ、私も今あの部長やらせてもらってて、うん、部長ばっかやね、この集団、うん、あのすごく頼りない部長なのでもうちょっとしっかりできたらなっていうのと、うん、部活全体ではちょっと先輩がいなくなっちゃって人数がすごく少なくなっちゃったのでその人数少ない中でもみんなで協力し合って劇を作っていけたらなって思ってます、うん、ワンチームだね。はい、そうですね、うん、ラグビーのワールドカップも始まりますからね、うん、みんなもラグビーのワールドカップを見ると多分一丸となれるその精神が学べると思うんで、うん、9月に始まりますんで見ていきましょう、うん、ワンチームスクラム踏んでいきましょうしっかり。じゃあ南高校のディオちゃんも意気込み冬に向けての部としてみたいな。はい、私はもうこの流れの中、うん、部長ではないんですけれども。なんとなくそんな気はしてたかな。はい、はい、私たちも多分他の方が言ってくれたように2年生で最後になるっていう次の冬の大会で最後になってしまうので、うん、1年生にちゃんと裏方とかキャストとかそういうことの知識も教えつつ私たちもちゃんと最後までやりきって最後まで成長できるように頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。ちなみに冬の大会が一応最後になるってこと？そうですね、人によっては3年生になって夏の大会まで残ったりすることがあるんですけど、うん、9割ぐらいは冬でやめるんじゃないかなっていうふうに。やっぱもう勉強があるからってことですね。そうですね、じゃあ今の仲間でやるのは一応最後みたいな。あ、そうなんですよ。頑張っていきたいね。ですね。うん。まあ、本当南高校をはじめ商業高校、小坂高校もどの学校もね、今のチームで頑張ってほしいなと思いますんで、ラグビーワールドカップ見ましょう。見ましょう。はい。おすすめです。チームワークはやっぱラグビーだね。ということでね、3時間目もね、迫っていきたいなと。まずは1曲、KGMB ビムウィリーウォンカーフォーエバーヤン。の城だった。お金も何もなかった。コンビニで愛希望と友達がいれば Whatever life と不法占拠でパクられた。でも関係ねえそこだけよ。気まねえからダムとか森で負けまくる俺たち関係よ。あの日々は上書きされない。今は一人でポケット考えてる。お送りしてます。 KGM ビムウィリーウォンカーフォーエバーヤング、お送りしております。 TwitterX からも反応を見てみようかなと思いますけど、てつや、みんな声優さんみたいな声だなって言ってるね。みんなその発声っていうのは何、昔から持って生まれたものなの、部活で身についた。いやもうどうだろう、うん、どうなの先生。あ、女性の先生ですね。才能だね、いいね。なんかラジオドラマとかみんなで作りたい気持ちもあるね。あー、いいですね。プロジェクト始動しようかなみたいなね。ケンジブリッジを大使をいだけって、ね、誰がケンジブリッジ役やるかちょっと。まあそんな感じでね、引き続き残りの高校にも迫っていきたいなと思います。メッセージもまだまだ受け付けております。夏の思い出送ってください。お送りした曲は KGM ビムウィリーウォンカーフォーエバーヤングでした。紐だよ、ブラックに紐なの。紐だよ。南高校スクールオブ DM ラグ3時間目。はい、3時間目です。お願いします。お願いします。
この時間はですね、高校校のコウマくん、そして豊川高校の響くん、そしてガマゴリ高校のミキちゃんにお話聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ改めましてコウマくんから自己紹介もう一回お願いします。高校と学校2年都築コウマです。はい。そして豊川高校2年今泉響です。はい。そして蒲郡高校3年嵐真美希です。ですということで、この3人に聞いていきたいなと思います。まず高校校のコウマくん、夏はどんな劇をやったか教えてください。はい、小林文明さん脚本10代と堤防という作品を上演させていただきました。10代と堤防、はい、10代と堤防。何それ、どんな劇なの？まあ、簡単に言いますと、仲のいい高校生たちが、まあ、堤防でバーベキューしたり、まあ、進路について語ったり、まあ、恋したり恋されたり告白したり、うん、振られたりする、まあ、青春ラブストーリー。青春だね、はい、ケンジブリッジの物語だよ。マジで堤防でバーベキューとかするのはケンジブリッジですから。お、うん、みんなちなみにしたことある？いやないです、ね、ないっすか。やっぱ青春感じるからぜひともやってほしいね。そんな劇をどんな役やってきたんですか、コウマは？自分は、なんだろう、うん、まあ、結構主人公寄りの役で、だろうね、バーベキューの感じしたり、感じしたり司会したりするリーダー格の。あ、ケンジブリッジってことだね、はい、じゃあ。そういうことですね。うん、そんな感じの役やってきたんだ。はい、どう、あの劇やってきて、あの感想はありますか？感想か。やる前とやった後。前、なんか、この大会って制限時間が60分なんですよ、ね。うん、で、やる前からちょっとギリギリで59分だった。ギリギリだね。ガチギリギリで、うん、で、本番セリフ飛んだりしちゃって、あの、63分だったんですよ。お、ちょっとオーバーしちゃった。ちょっとオーバーしちゃって、うん、で、それで採点されなかったです、僕が、うん。あ、オーバーすると採点されないんだ。はい、採点されなくて、お、まあ、それがちょっと悔やんでます。そうだね、悔い残っちゃうけど、はい、まあ、やりきれたっちゃやりきれた。やりきれました、ね、よかったね。よかったっ、うん。ということで次はね、豊川高校の響くんに聞いていきたいなと思います。豊川高校の劇教えてください。はい、僕たちがやらし豊川高校がやらせていただいた劇は、見えなくても見えるまでという劇です。お、僕たちは視覚障害の方をテーマに劇をやらせていただきました。うん、まあ、軽いあらすじは、平凡な拓也っていう少年がルリという好きな女の子におだてられて、ライバルのマスだったり、まあ、目が見えない陽子さんだったりと、協力して劇を完成させていこうっていう劇です。お、劇を完成させていく劇ってすごいまた難しいと思うんだけどさ、はい、なかなか頭こんがらがりそうな感じかもしれないけど、どんな劇、あの響きは役やってきたの？僕は、うん、さっきも出たんですけど、あのバスケ部キャプテンのマサトという、まあ、イケメンの役をやらせていただきました。いわゆるイケメンの役を、はい、うん、やっぱりまあ僕とマッチしててめっちゃ良かったです。響キャラめちゃくちゃいいじゃん。イケメンと言ったら俺だぞということで、イケメン役のバスケ部のマサトをやってきたっていう、はい、もうじゃあ役作りは簡単だったんだね。あー、でもその完璧なイケメンっていうか、うん、すごいそのしっかりしたイケメンだったんで、お、僕ちょっとまあ控えめに言って残念なイケメンなんで。残念なイケメンなんだ、はい、ここら辺がちょっと抜けちゃったりとか、はい、難しかった。完璧ではないんだ、はい、あ、だからちょっと完璧を演じるのが大変だったってことだよね、はい。まあ、けどこう実際そのさ、あの完璧なイケメンを演じてみて、人生でちょっと変わったことある、学んだこととか？あー、やっぱそうですね、僕は本当にあんまりしっかりしてないんで、うん、やっぱりこういうイケメン見てると、うん、羨ましいなってわけじゃないですか。やっぱり台本の役に嫉妬しちゃって、うん、僕もこうなるために最近ちょっといろいろ走ったりしてます、うん。お、素晴らしいじゃん。自分磨きを頑張ってる、はい、役にあの刺激を受けて、はい、すごいね。ありがとうございます。いいじゃん。じゃあ完璧な、来年とか冬までには完璧なイケメンに仕上がるように、はい、頑張ってほしいね。わかりました。さあ次はね、蒲郡高校のミキちゃんに聞いていきます。ミキちゃん、どんな劇やってきましたか？はい、私たちは降り積もるそこでという題名の、劇を上演させていただきました。降り積もるそこで、はい、どんな内容です？簡単に説明すると、コロナで大会がなくなってしまって苦しむ演劇部の子たちが、牛を通して過去や未来の部員と触れ合って、その
頃の亡くなってしまった苦しみとかから立ち直っていく物語です。いやもう本当割と最近の心情を歌った劇なんだよね。そうですね。それは何、創作ってことなの？もともとある？あ、もともとある台本をやらせていただきました。おー、で、ミキちゃんはどんな役柄というかものをやってきました？私はキャストじゃなくて裏方で。そうですね。どんな裏方？演出をやらせてもらって。演出が一番劇において大変じゃん正直なこと言うとね、同じね仲間にここもうちょっとこうした方がいいよ、こうしてくださいっていうのって正直心苦しいところも出てくるはずじゃん。その辺大変じゃなかった？そうですね。でもみんないい子たちだったので、うん、遠慮なく言えた？言えましたじゃあもともと何、あの演劇部入ったのも演じる側じゃなくて裏方、いわゆる演出とかやりたくて入った感じなの？そうですね、最初は音響がやりたくて入った、うん、音響がやりたくて入ったいつの間にか演出になってました。演出になって、いやもう劇の顔だよ演出は本当にすごいやん。で当日のその劇はあのいわゆるミキちゃんがイメージしてた通りに劇はもう完成してた感じ？はい、みんな頑張ってくれました。おー、いいね。ということでね、無事みんな劇ができたということですけども、じゃあ冬に向けての意気込みもじゃあ東高校のコウマくんから聞いていきたいなと思います。お願いします。はい、なんだろう、意気込みか。まあさっきも言ったんですけど、うん、あ、ちょっと夏の大会で時間オーバーしちゃって採点されないのが本当心残りなんで、まあ、そこをなんて言うんだろう、練習で59分だったから本番でも59分にできるように完璧に、まあ、なんて言うんだろう、本番でずれないような緊張しないような完璧な劇を完成させたいかなというにはあります、うん。まあ、緊張しちゃうもんね、どうしても。まあ、緊張ね、慣れるためにはやっぱラジオ出るのがいいからねラジオお待ちしております。はい、まあ機会があったらだけど本当ラジオ出れば緊張なくなるから、慣れるからね。はい、じゃあ次、あの控えめに言って残念なイケメンの清華高校の響くんも意気込みとかで、冬に向けてこれからの部活意気込みお願いします。はい、僕前回も、うん、今回も主人公になれなかったんですよ。おー、なのでもう次の冬の大会ではもう一人の、同学年の子に主人公毎回奪われてるんで、うん、やっぱり奪い返して僕のイケメンぶり見せつけてやろうかなと。いい意気込みだね主役になってほしいわその意気込みで。ってことはやっぱ自分磨き大事だね、はい、走ったりとか勉強も頑張ってってことだね、はい、ありがとうございますひびくん面白いねいいキャラしてる。じゃあガマゴリコからミキちゃんも冬に向けてこれからの部活の意気込みお願いします。はい、すごいいいこと言ってもらった後に言いづらいんですけど、うん、私はもうこれで引退なので、これからは後輩をいる限り支えながら見守っていきたいなって思います。お、見守っていくってことでね、引退なんだ、はい、あ、もうこの夏のやつで。そうですね、あ、そうなん、3年生なんで。一足早く、あ、3年生なんだ、はい、引退だねそりゃ勉強頑張って、はい、ありがとうございます。後輩をしっかり支えてね、はい、欲しいなと思います。ということでまたまたね、一曲聴いていきましょう。こちら、甲子園のねテーマ曲にもなっておりました、EXILE アツシフォトグラフ。限られた時の中、結んだ靴ひもの数は、思い馳せたあの場所への憧れ。泥だらけのその姿、立ち向かい続けた証だから、美しいんだ。わずか残された可能性と奇跡信じて、夢の始まりフィルムに刻む。手と手を合わせて祈ったその想いも、あと一歩届かなかった。そんな日々も悔しくて流した涙さえ、今は嫌いな思い出のフォトグラフ。さあ、EXILE アツシフォトグラフをお送りしてます。 Twitter 改め X からね、反応たくさんありがとう。ツナくんから
高校時代自分も演劇部で楽しんでたなと、夏の大会もいろいろ思い出あるし、八代見高校に出演したのも思い出の一つというね、 OB、まあ、いわゆる先輩だね、みんなのからね、今聞いてるよというそんなメッセージ届いてるね。そして春馬、みんないい声してるねっていう、キャラ濃すぎだし羨ましいよ、みんな青春してるねっていう、俺が高校の時は平凡な時間を送ってきたから、みんな高校生活エンジョイしてねっていう、母校の南高校演劇部頑張ってっていう、いやありがとうございます先輩、いろんな先輩聞いてくれてるね今日、ありがたいですね。 いいことだね。頑張ります。頑張ろう頑張ろう頑張ります。頑張っていこうぜ。ということで今お送りしますEXILE アツシのフォトグラフという名曲ですけど、このタイトルに関連したお知らせ1個あります。JA 豊橋が今オリジナルカレンダーを作ろうとしております。令和6年のオリジナルカレンダー、このカレンダーに高校生が撮影した写真を、載せたいよということで写真大募集中らしいです。テーマ高校生が見た大好きな街豊橋ということで、高校生のみんなが写した豊橋の景色など何でもいいですという風になっております。9月の30日まで募集しておりまして、SNS に、あ違うな、応募方法はスマートフォンか PC でメール送ってくださいっていう、メール送るのがちょっと高校生参加しにくい原因だろうねこれ実際ダメ出し言うとね、ね、メールなんて使わないよって話だもんね。これちょっとあの正直あえて言わせていただきますけど、高校生から募集をしたいならちょっと他の方法を探すのが一番いいかなと思いますけど、あのぜひとも、メールアドレスから写真募集しておりますのでね、これまたケンジブッチが9月いっぱいしっかりお知らせしていきたいなと思いますんで、しばらく聴いていてほしいなと思います。お送りした曲は EXILE アツシフォトグラフ、お送りしました。4時間目。はい、4時間目です。お願いします。さあこの時間はね、総勢8人みんなと共にお送りしていきます。改めましてじゃあ自己紹介をお願いします。どうぞ。はい、豊橋南高校2年、山口梨央です。美修館高校2年、美濃島小雪です。豊川高校2年、今泉響です。高校等学校2年、都筑光馬です。新城有教館高校2年、早田祐介です。豊橋商業高校2年、大倉心です。小坂井高校2年、板倉優奈です。蒲郡高校3年、荒島美希です。そして、八代見高校ケンジブリッジです。このメンバーで、お送りしていきますが、いつも通りちょっとレギュラーコーナー、みんな一緒にお付き合いよろしくお願いします。続いてのコーナーは悩める学生。さあ悩める学生です。お悩みをただ聞くだけのコーナー。答えは出ませんが、悩みを人に話すとスッキリすることもあります。そんなお悩みをケンジブッチに話してねっていうコーナーです。今日も、八代見高校のお悩みメッセージフォームから届きましたお悩みを紹介していきたいなと思います。皆さん真剣に考えてください。はい。好きな人に、匿名ですね、ラジオネーム匿名くん、匿名ちゃんから、好きな人に好きと言えず、いつも好きじゃなくなってから、あの時好きだったんだよと言ってしまいます。好きな時に好きな人に好きと言えるにはどうしたらいいですかと。じゃあ残念なイケメンこれを答えてイケメンになろうぜ。好きな時に好きな人に好きと伝えるにはどうしたらいいか。僕も小学校の頃からちょっと6年間ダンをしてたんで、マジで簡単なんですよ。簡単、もうマジであれですね、とりあえず周りから攻める。周りから攻める。質問質問、じゃあ周りに好きですっていう練習していくってこと。いや その好きな子の周りからどん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 話してって、LINE とか持ってるんだったらもう直で言っていいと思いますけど、やっぱりそういうのがないんだったら周りから攻めてって、であとデート誘いまくって告白しましょう。どう？これけどあの男の意見であるけど、女子代表で誰か今の意見に関して反論とか賛成があったら、じゃあ女帝お願いします。女帝的にはもう言うしかないかなって思います。言わなきゃ何も分かんないんで。
LINE でも電話でも直でも手紙でも何でもいいと思うんですけれど、うん、ちゃんと言わないと相手は分かんないので言ってあげるのが一番かなって、うん、言うことが大事ってことだよね、はい、じゃあ今こう LINE でも電話でも手紙でも直接でもと今意見が出ましたけど、今日たくさん人数がいるんでアンケートをちょっと取りたいなと、好きと言われるにはどの方法が一番いいですか、方法で一番言われたいですかっていうのをちょっとアンケート取りましょう。あ、取りましょう、取りましょう、はい、じゃあまず一つ目、 LINE で好きと言われたいよっていう人は挙手お願いします。0人ですね。じゃあ次、手紙、手紙で好きですと、手紙で好きですと言われたい、一回しか手挙げれんからね、手紙で好きですと言われたい人お願いします、挙手。反応あったけど0だね。受け取るときにリスクがあるんですか、ね、うん、確かに。じゃあ電話、電話で好きと言われたいよ、電話。さあどうでしょうか、電話で。いや、もうタッチのアニメみたいな感じやね、うん、違う、アニメじゃなくてあれだ、漫画の方だ、うん、電話で好きです、世界一愛します。女帝リオちゃん、じゃあ直接好きですと言われたいのは、はい、やっぱ直接だね。うん、やっぱそうだよね、みきちゃんもやっぱ直接がいいっすか、はい、いやこれでもっと深掘りしたいしていくには、その好きって言われるのはどういう言い方されたら嬉しいのかみたいなね、深掘りもしていきたいんだけど、それ喋りすぎたらちょっと時間がなくなっちゃう。まあ今日の結論としては、好きを伝えるにはやっぱ直接がいいよと、直接まで持ってくまでにがすごい道のりがあるんだけどね。それではみんなでまた考えよう、どうやって直接までたどり着くか、誘ってどこでみたいなね、いろいろあると思うんで、けどとりあえず今日のお悩みに対しても、我々の先輩から、アドバイスもらってるので、ちょっと先輩の意見も聞いてみたいなと思います。今日はマー君先輩からアドバイスもらってます。教えてください、マー君先輩。どうも、マー君先輩です。今回のお悩み、好きな時に好きって言えないっていうのはよくあると思います。なかなか緊張して言えませんよね。だから今度は事前にお伝えしましょう。ちょっと好きになっちゃうかもしれないなみたいな感じでぼやいてみてもいいんじゃないですか。事前に伝えると新しい意見が出てきましたよ。どう、好きになっちゃうかもしれないなと言っておくっていう、どう、うん、逆にマジか、この先輩いつもポンコツのアドバイスから言わないで意外と響いたんだ。意外とじゃあ直接好きっていうために、事前に好きになっちゃうかもしれないなと、これから皆さんねアピールしておきましょう。一曲、こんなお悩みをくれたあなたに送る一曲です。あいみょん、愛を伝えたいだとか。少し酸っぱくて甘ったるかったりさ、とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう、ああ愛を伝えたいだとか、臭い言葉か考えて待ってても、だんだんソファに沈んでくだけ僕が、明日いい男になるわけさあ、お送りしてます。今日のお悩める学生、お悩みくれた匿名くん、匿名ちゃんに送る一曲、あいみょん、愛を伝えたいだとかということでね、まあ、ケンジブッチの個人的な意見としても、まあ頑張って言うしかないとは思うんでね、勇気はいるんでね、なんとか勇気をつけるためには何か挑戦をするのが一番大事です。演劇部に入って劇に挑戦でもいいし、ラジオに出るでもいいし、何か一歩動かせばね、言えることができることが出てきますので、いろいろと挑戦をしていってほしいなと思います。さあ、早いものでこの番組も1時間あっという間にね過ぎて、もう終わろうとしておりますが、今日は総勢8人のみんなに来てもらって感想をね聞いていこうかなと思います。ラジオ多分初めて出たと思うけど、じゃあ女帝の、小雪ちゃんから、小雪ちゃんじゃない
女帝のリオちゃん、リオちゃんからちょっと感想ください、お願いします。はい、女帝は改めて夏祭の振り返りとかもできた気分になって、ラジオ出てよかったなって思いました。ありがとうございました。多分だけど喋り足りないよね、また出てくださいね。ぜひお願いします。さあ、そして、はい、感想どうぞ、一言。はい、最初すっごい緊張してて、もう心臓バクバクで、最初の1限目だったんで、もうバクバクだったんですけど、うん、すごいリラックスしてできたので良かったなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして、あ、残りあと1分や、パンパンで行こうぜ。番組終わってしまう。すぐ、うん、最初緊張してたんですけど、やっぱり一回やってみる、うん、まあ、緊張は、まあ、今もしてるんですけど、うん、すぐに時間が過ぎ去ったんで、めっちゃ楽しかったけどね、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと他のみんなに聞けなくて申し訳ないんだけど、まあ、そういうことで来てください、本当に。よろしく、今日カーキーね、ラジオ出演これからもよろしくお願いします。はい、ということで午後6時からお送りしてきました学生応援プログラム、吉野美高校作ろう PM6。 この番組は平松食品の提供でお送りしました。ということで、また来週皆さん元気にお会いしましょう。じゃあ、せーのでバイバイで締めましょうね。さあ、行きましょう、せーの、バイバイ。またよろしくお願いしますね、みんな。はい、気をつけてご飯食べてください。